田明子です。こんにちは、日本放送柿原忠史です。もう2月もね、はい、最終。そうですね、もう3月やね。早いですね。早いよりも何よりも、もう天候がさ、コロコロ変わるから、季節感がもう分からへんようになってくるよね。確かにそうですね。こんな暖かいと、今日なんか暖かいじゃない。もう春物そろそろ出して、コートはクリーニング出した方がいいかなみたいな感じなんだけど。いや、アッコさんをさらに悩ませると思うんですが、今日予想最高気温12度なんですね。はいはい。明日日曜日14度なんですよ。明日暖かい、はい、東京土日ともに晴れるのはすごい久しぶりらしいんですけど、月曜日19度。え、はい、暖かいじゃない。暖かいです。来週暖かい日多いです。あ、ところがだ、それで一気に春になるかというと、うん、また寒い日が何日か当然。あ、そうなの。戻りもあるみたいなので。あらあら、ちょっと難しいですね。だって桜の開花予報もしたんじゃなかった。はい、気象協会が2度目の開花予報を出しまして、うん、都心は3月25日頃、1ヶ月後ぐらいですね。まあ、まだまだですね。はい。まあ、お子さんの誕生日4月10日ぐらいまで持ってくれるといいですね、桜がね。本当微妙なんですよ。今年はね、10日が日曜日だから、はい、お店をどうしようかみんなで迷ってて、もうな、大きくするのやめようっつって、最近もう出川と勝俣にも任せて、竹山とかね。こじんまりと、14、5人とか20人ぐらいで、前も50人ぐらいでさ、昔はなんかこう、一大イベントで、そうそう、50人とか70人ぐらい、70人、そうそう、だけど、日曜日だから、で、和田屋もおかげさまで、10周年経ったんですよ、はい、だから和田屋でなんか、うちの、従業員がやってくれると、それも気使うから、西麻布にあり、銀座にありね、そう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 ね。いやもありますけど、まあ、桜もさることながら、今日まあこれを生放送でやって、ちょっとお買い物して、それでまた行くんですけど、明日おまかせ終わって、ちょっと時間があって、生放送でスカパ音楽祭っていうのをやるんですよ。はい、で、その練習をね、今まあボイストレーニングしながら、その練習を、なんかいい方法ないかな。普通に家でこう練習したりするのはもうダメだって。やっぱ声を、自分の声がマイクを通してね、どう返ってくるかっていうのを自分でやりたい。で、カラオケを買っちゃおうと思う。私ね、カラオケボックスに置いてあるようなものを、はいはい、お店にあるやつを買っちゃおうとかつって、で、まあ買うのはあれだけど、レンタルでもいいや。マイクと全部で曲が 何千曲も入ってる。そうすると、なんか使っても使わなくても6万円ぐらいするんですよ。月々ダムとか、なんか、はい、ありますね、大手メーカーのダム。そう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 、はい、ダムだったと思うんだけど、違ったっけな。ジョイサウンドだそうです。まあ、そこら辺は詳しくないのはしょうがないですけど、あんまりカラオケボックス行かないですからね。そうなんですよ、はい、それで、まあ、しょうがないと思います。6万円、そんなね、その自分の歌だけ練習すればいいんだから。そう、よく一般の方はストレス発散とか、はい、カラオケボックスで歌いまくるとかあるじゃない、はい、それちょっと6万円が高いとか安いは別にして、それはいらないな。じゃあもうカラオケ行って、明日の歌は、明日の歌は何歌おうか言っていいんでしょう。だってしょうがないじゃないと、土砂、はい、降りの雨の中でを、またももクロのアリアスでやって、土砂降りをね、はい、で、レッツシンガーソングもう一度二人で歌いたいを歌うんですよ、はい、で、まあだってしょうがないじゃないだけは、竹部さんのピアノでとかってあるんですけど、そしたらこれカラオケ行った方がいいんじゃないのっつって、で、じゃあカラオケ行こうよって。カラオケって安いんだから、自分の歌が入ってるわけだから、間違いなく入ってますから、ね、全部ね、はい、で、アレンジは違うけど、で、スカパ音楽祭って基本的にはフルコーラスなんですよ。だからちゃんと歌わせてくれるんだよ。今どこの曲もあんまりフルコーラスってないんですよ。テレビバージョンはテレビアレンジでね。昔の曲なんてすごい短いのよ。土砂降りなんて、土砂降りの雨の中で、そう、フルコーラス、3コーラスやったって3分あるかないかとか、うん、でもそれでカラオケ行こう、変装したカラオケ行こう、その帰りにウォーキングしようとマネージャーとね、うん、ちょうど歩いてないから、うん、私カラオケあんまり行ったことないから、で、カラオケパッとこう先にマネージャー1人入って、で、まあメールで OK もらって、で、私とチーフがこう入っていくっていうね。まあ、カウンターで受付しますから、それマネージャーさん一人でや
って、うわ、もう消毒してあるんだって、消毒済みって書いてあるわけ。それで、やろうかってとこ、スタンバイしてんだけど、その店員さんがなかなか持ってこないわけ。はいはいはい。時間経っても、その入ったからすぐあれ持ってくるわけじゃないのね。まあエレベーター乗る時間もあるやろけど。それでどうしようっつって、でももうやっちゃおうかってやって、歌い始めたんですか？歌い始めたんですよ。それがね、土砂降りとか、まるで私のキーだから声もし漏れてたら完全に私ってわかるわけ。でしょうがないからもうやっちゃおうとかってね、声わかるから来たら言って言って、私とあのチーフマネージャーは私が歌っててね、でチーフマネージャー座ってて、それで下のやつが S 君がちょっとドアを開けて店員が来るかどうか S マネージャー見張ってるわけですよ。そう、でちょっと開けね、ガラス越しのなんかドアので私が「どしゃぶり来た!」って言ったらマネージャーが「あっめえの!」別に人入れ替わらなくても、いやいや私の声バレると思って変装したけど、誰も歌ってない状態で迎え入れればいいんじゃないですか。いやそういうことあったもん。よし、歌を途中でやめてさ、それでキーが違うからマネージャー私とね、はい、でそこで女なんとかって女の店員さんやってんけど、でこう、はいコーヒーとかで、もう私また一言も喋んないのよ。ほんで行きました店員さんがね、はい、でもう一回やり直そうか、お店さん去ってったんですね、うん、はい、やり直そうって、もう一回やりました。でこう歌ってたら、あれ私が、あまずそうや、店員さんいなくなって、はいセッティングして、あさセッティングって、だから今からやるからセッティングしてよ。セッティングってね、カラオケってマイクのスイッチ入れるだけ、PA とかそういう前も言うたけど、ベースとかそういう歪みね、返しのないの、ないっすよ、そう、わかりました、はい、で、あんなた、ちょっと低いかな、あんなたたとかこうやってたの、あんな、で、ずっと歌ってて、で、次、だってしょうがないじゃない、行こう、にじむ明かり、いやこれはいけんな、やっぱりどしゃぶり、あんなと、それとレッツシング